秋山から受けてロバート・カーター、アキ・チェンバース、カーター、ベッドン、ショートコーナーからのジャンパー。今日はこれゾーンですね。はい、さあそして武田のスティール、武田のスティールから慌ててロバート・カーター。新潟は最初の佐藤以降得点が入っていきません。ここまでは4対3。スピンムーブから入っていったカーター。うまいターンラウンド、おかしくなるぐらい、みんなが熱かったですよね。はい、森川、もう一度受けます。森川とアウダ、アウダのレイアップ。さあ横浜のスローインからアウダに預ける。アウダのレイアップ、バケットン。アウダのこの力強さ。さあ入ったカーター、さらには森川、森川のフェードアウェイ、決まります。ハキ・チェンバースにハンド、もう一度カーター、カーターとロスコアレン、カーターポンプテンポを見せながら入っていきました。まあ、武田が現役復帰する際には2016年横浜でヘッドコーチを務めています。あとは武田のバンク、武田のジャンパー。ホーム最終戦、対戦相手の偶然といっても非常に巡り合わせを感じます。そうですね、池田キックアウト、ノーミが入っていきます。あ、スティール、ロバート・カーターのスティール。カーターが入っていって五十嵐がファールを使って止めました。カーター、難しいショットですけれども、カーター、両チームともに大きなリードが奪えません。アウダのスリー、ここはワイドオープン、開けられたパトリック・アウダ、7番とスリーポイントを沈めました。